はい、ラストトリ務めさせていただきます、肥前理沙です。よろしくお願いします。お願いします。いや楽しいね、楽しい。あのね、なんで後ろの人と目が合うかっていうとね、先月勉強したのよね。先月出た時に私こうやったよね。で、後ろの人と全く目が合えんで、前から2列までの人ぐらいしか顔が見えなかったっちゃ。やけんね、事務所から足台持ってきた。そう、これで一人一人しっかり顔が見えるけん楽しめるね。より頑張れ、ちびっこ。ちびっこじゃねえよ。誰がちびっこやん。で、1曲目はね、みんなにちょっとお手伝いしてもらいたいところがあるの。私がだってあいつはって言ったら、みんなでスーパーヒーローって言って、で、私がはいって言ったら、そのはいって言う前の言葉を真似して、何でしょ、トラララララトラララララっていうとこがあるけ、よろしくね。それでは聞いてください、トラララララ。Fire! Fire! 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 F
な曲聴いてください。 God knows。Oh!
やりたいよね。やばい、初めてこうやって大きないろんな出演者さんが出るイベントの鳥を務めさせてもらえたんだけど、いや、やばいね、めちゃくちゃ楽しい。やばい、なんかこの中ではね、もちろん私のことを初めて見た人とか興味もない人もきっといるんやろうけど、こうやってこの場にいてくれてるし、耳で目でこの音楽を楽しんでくれてるからすごい嬉しくて、いや、ありがとう。無事ありがとう、嬉しい。ね、こうやってキレイフで借りさせてもらったけど、今日ももちろん MVP 取る気しかないけん、よかったらここにいるみんな、私のライブすっげー楽しかったとか、なんかエモかったみたいなもし思った人は投票してほしいな。よろしくお願いします。ありがとう。それでは次が最後の曲になります。まずね、私他にもライブいろいろ出てるから、よかったらそっちでも遊びに来てほしいです。その時またこのパワーともう同じ、それ以上のパワーでライブでみんなで楽しみたいと思ってるから、よろしくお願いします。やっぱ慣れん言葉使うと噛むね。それで、なんでなんで、いつもんこと、いつもんこと、やめてよ、初めての人にバレるやん。それでは最後の曲はね、犬と猿とキジが出てくるんだけど、ちょっといつもキジこうやってんよね。今日はちょっと特別にキジこうしようかなって思ってて、みんな一緒にこうして、でポイントが顎しゃくれない、キジってして、キジいくよ、犬、猿、キジ、オッケーオッケーオッケー。その後にみんなで一緒にオタクって言って、よろしく。そこがもうポイント大やけん、よろしくね。それでは最後の曲聴いてください。こうやって私のライブを聴いてくれて楽しんでくれて本当にありがとう。桃物語。